リフォードさん、地図ってそんなに楽しいの？ああ、見てるだけでワクワクしてくるぜ。世界はまだまだ広く、このどこかにまだ見ぬお宝がたくさん眠ってるんだと思えるからな。さっぱり理解できません。お嬢様にはこのロマンが理解できないか、それともトレジャーハンターなんてのは泥棒と同じように思えるのかな。泥棒？所有権が存在しないようなものを手に入れる行為は泥棒ではないでしょ。単にトレジャーハンターという職業をよく知らないのでロマンも理解できないだけだと思います。そうか。つまりだ、大昔の人間の残した遺跡や洞窟に入る、そこで無数の罠や仕掛けをくぐり抜け宝を手に入れる、これが俺たちの目的ってわけ。罠がない場所で見つけた宝には興味がないということですか。いやいやいや、そうじゃない。重要なのは当然罠とかじゃなくて宝さ。ただ手に入れるのに苦労すればするほど手に入れた宝には価値が生まれるのさ。なるほど、苦労して手に入れたものほど高く売れるのですね。いや、そうとは限らない。とりあえずどうにか食いつないでいける程度のものだが。ちょっと待ってください、どうにか食いつないでいける程度のものなんですか。遺跡や洞窟に入って危険な思いをするんですよね。それで手に入るのが食いつないでいける程度。失礼ですが、それは本当に宝なんですか。だから、そんなしょぼくない一攫千金の宝を狙って旅をする人間、それがトレジャーハンターの生き様なんだ。ロマンなんだよ。勉強になりました。宝にもいろいろあるんですね。クリフォードさん、大丈夫ですか。まだ泥棒扱いされた方がマシだったぜ。